はい、皆さんこんにちは。米国教室アトリアール主催の大西涼子です。今日はですね、素晴らしいゲストを英語皆さんにご紹介したいと思います。ではでは、ちょっと自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、東京国立で、パンの教室をもう30年近く開いているんですけど、もう70過ぎてますけど、人と喋ることが大好きで、笑っていることも好きで、だから生徒さんには私と付き合うとちょっとバカになるかもっていう話をして、それでもよかったらどうぞみたいな感じですね。だからもう真面目にやるっていうよりも本当に楽しく笑って美味しいものを食べましょうっていう感じですかね。そういう教室を開いています。はい、もう行くだけでね、雪ママと喋るだけで皆さん元気になって帰るんだろうなっていうのが想像できるんですけども、30年っていうのがまず驚きだったりするんですが、もっとは何の教室してたか聞いてもいいですか。一番最初はもう小麦粉のパンを、はい、開いたんですけど、いろんなことやってたんです、あの頃って。一番下の娘がまだ幼稚園入る前だったので、パッチワークだったり紙粘土だったり、もういろんなことやってたんですね。そしたら主人が、君っていろんなことやるけど一つも極めないねって言ったんです子供3人いて何をどう極めたらいいのって、すごく怒りが出て怒っちゃったんですね。たらお友達がたまたま、近くのお友達が美味しいパンを持ってきてくれたんですね。で、自分でも作ってたんですけど、なかなかうまく、本だけではうまくいかなくて、そしたらすごく美味しいパンを持ってきてくださって、聞いたら、ホームメイド協会っていう、そこだったんですね。通えるところを探して、まだ娘はだから手を引いて、で通い出したんです。なんか主人の一言がなかったらやってなかったかもしれない。旦那さんのその言葉のきっかけで、このね、やるぞっていうやる気が一気に角が出ました。角が出てまさかその時はね、30年以上教室をするとはね、思ってたんですか。そういう生徒さんがね、集まるかどうか、まあ結構場所にもあるかもしれない。今はもうそんなことないと思うけど、その頃はやっぱりそういう人がいるところとか、無理っていう人もいたので、それでお友達が一人待っててくださって、資格取ったら教えるねっていう、それも励みになって、であとは配りまくりました。あ、作って、これは大きいですよね。食べてみて、これ、大体そうですよね。なら教えてほしいとかっていう声が増えてきて、お教室スタートするって方がやっぱり多かったですね。そうですよね。だから、まあ、子供が小さかったので、父母会とかお茶飲みする機会が多かったので、そうすると必ず持っていくと、まあ、そこから入ってきてください。だから若い人、子供が小さいからダメかなじゃなくて、かえって子供同士の付き合いのある人、いいですよね。もともとはそうやって小麦の教室でどんどん大きくなってね、12月も忙しくなるっていう話だったんですが、ね、米粉パンを取り入れようと思ったきっかけとかあったりしますか。うちで習おうと思ってくれたきっかけ、前から米粉は興味はあったんですけど、3人ぐらいの先生に会って習いに行ったんですよ。でも美味しくないんです正直美味しくないと思ってしまったわけですね。そう、どう作ってもうまくいかないし、もう無理と思ってやめたんですよ。なんか、そしてまあ時期的にもこう米粉とかがすごく出てきて、アレルギーの人も出てきてっていう話があった時に、お友達のご主人がグルテンフリーでないとっていう、アレルギーが出ちゃったので米粉やらないって言われて、米粉と思って、そしたら息子が住んでるところのお隣の奥さんが土屋パン教室を探し出して、たら息子も土屋で知ってるって言ったら、うちの母ちゃんっていう感じになってだそこがやっぱりお子さんがもう本当にアレルギーで、それで教えてほしいっていう、じゃあ米粉やんなきゃみたいなのがあって、それで探して、偶然なんですよね、先生見つけた、見つけてくださったんですよね。そう、それでもうちゃっちゃと申し込みをしてしまって、後からじゃないですか、やってみてっていうのは、それがこんなにすごいって
本当、感謝です、ね。すごいたくさんね、レッスンやってくださってますもんね。もう今やね、ほんと12月も予約いっぱいでどうしましょうって感じだったりはするかなと思うんですが、ね、うちのに認定講座受けてくださった方とか、これから受ける方って、今はそれこそお子様、子供さんを育てている世代の方もいらっしゃれば、ちょっと定年後にパン教室やりたいんですとか、パン屋さんやりたいんですって方が結構個別相談とか問い合わせいただいてるんですが、やっぱ皆さんが言うのが、私なんてできるかしらとかね、だいたい50、60の方は年だからみんなについていけるかしらっていう不安であったりとか、ちゃんと人来るかなってところで、お子さんがいる方は、あの子供を育てながら教室できるかしらってところが不安だったりするんですけどもね、ゆきさんはね、どちらも経験してらっしゃるから、お子さん育てながらもね、皆さんに何かエールを送っていただけたら嬉しく思います。あのまずお子さんが小さいからっていうのは、私が自分があの娘が幼稚園入る前だったので、最初はダメだったんですよ。オーブンがあるから危ないから、うん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 、そうすると保育園に週1預けたりっていうと、もう泣きわめいて、その話を先生にしたら連れてらっしゃいって言ってくださって、それで行かれたんですよね。だからその時すごく嬉しかったんです、子供を連れて行かれるって。やっぱりそういう年って、子供を連れてどっか行きたい、習い事したいっていう気持ちが多いですよね。だからじゃあ私がやる時は子供連れ OK の教室にしようと思ってたんです、うんうん、そしてやっぱりその代わり家大変ですけど、わかります、私もやってたから。だからでもやっぱりそれもできるで、うん、人がたくさん出入りするから子どもたちが慣れるんですよ、人の出入りに。だからおばさんたちと平気にこうご挨拶ができたりとかで、常にいるので家を留守にしないので、それはすごいいいと思いますね、子どもにも。であと年取ってからでも、お友達とか子供さんの知り合いとか、とにかくね、配る、ね、もうあげる、まあ、基本は一緒ですよね。そうそうそう、特にっていうのはあるかもしれないけど、で配ると教えてってなるもんね。そうです、美味しかったらなおさらね。そうです、そうです、だからとにかく食べてもらう、うん、そうするとその評判が周りに出れば、うん、美味しいパンあるみたいよっていうことになるといいんじゃないかなと。素晴らしい、ゆきさんのね、それこそとっても素敵な、ね、国立人っていうサイトにも載っておりますし、そうですね、30年間続けられた秘訣って、やっぱり人のつながりっていうのも大きかったりしますか？そうですね、あと、うん、欲張らないこと、そう、うん、儲けようとかもちろん大事なんですけど、これやったらいくら入るかなとかっていうのは、うんうん、ちょっと頭から避けて後回しにして、うん、そうそうそう、で美味しいものを食べてもらう笑顔にしたいみたいな、うん、相手がこれ食べたら美味しいっていう言葉だけですごく幸せになれるので、うん、私自身、うん、それを信じて、とにかく欲をかかない。あそう、ね、自分に対してもそれって言えたりしますよね。でそう自然とね、人を喜ばせたいと思ったらいろんな人が集まってきますもんね。そう思いますね、うん、そんな感じですかね。最後にこのページ紹介してもいいですか？だから、ね、暮らしの作り方ということで、お教室も、ね、とっても素敵なので、国田寺近くに住んでる方でもね、ゆきさん今忙しいからあんまりこう紹介するのもあれかなとは思うんですけども、大人気教室だからね、うんうん、そんなとっても素敵なところでね、お教室されてるゆきさん、もうね、喋るだけでとっても元気になるなと思うので、近くの方はね、国立寺でゆきさんの教室調べたらきっと出てくるかなと思うので、ね、ぜひぜひチェックしていただきたいと思っております。でも最初からこんなじゃないですからね、本当に狭いとこ狭いとこで、ね、うんうん、でキッチンと隣に6畳間ある。ゆきさんそういう時代があったんですね。私はいつもそうですよ、素敵なとこでレッスンできて羨ましいなと思ってたけど、ゆきさんでもそういう時代があったんですね。これ4、5年ですから。とかでもね、もう自分の好きな場所で好きな仕事ができるって一番幸せなことなんじゃないかなと、うん、そう思いますね、うん、一生元気でいるってね、ゆきさんもおっしゃってらっしゃって、はい、私もね、一生できるだけ元気でできたらなって思ってるし、またね、一生元気でできる仕事ってとっても素敵だったりしますよね。はい、自分を信じて、うんうん、はい、頑張っていきましょう。ね、とっても素敵なお話、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。